はい、皆さんこんにちは。今日の課題はアニメで説明してみたいと思います。アニメで作ってみましたが、その方が分かりやすいか分かりにくいか分かりませんが、一度それを見てやってみましょう。では始まりましょう。はい、では、アニメで説明します。今日はクリスマスの季節ですので、壁にかけるクリスマスツリーの、立体的なものを簡単な立体的なものを作ってみたいと思います。皆さんにこういう、紙、コピーした紙を、渡しますので、それをまず半分に切ってください。2枚で1組です。で、こういうふうに両方外してしまうんですが、切って外すんですが、こういう切り方よりも2つに折って、その2つを一緒に切った方が簡単です。こういうふうに切るんですけども、ちょっとこれはアニメでは説明しにくいので、実際にやってるところを写したやつを見てください。それを合わせてこうなります。まず2つに折ります。で、ゆっくりと切っていきます。切るときはいつものようにこっちへ切り落としてください。で、またこっちから切った方が急な角度を切るのはなかなか難しいですので、こっちの方が危なくなくて、きれいに切れます。ゆっくり切ってください。ハサミは根元に近い方、先じゃなくて根元に近いの方が切りやすいです。いつもやってますね。ゆっくり切ってください。はい、開くと、こんな感じになります。これを2枚作ります。で、ここのところ少し、糊をつけるところを作っていますが、これはやり方が難しいので、やりながら説明します。で、この部分にスティック糊をの角を使って、ここだけに糊がつくように丁寧に塗ってください。新聞の上で塗ります。で、こういうちょっと厚紙の台紙を配りますので、その上に好きなところに貼ってください。真ん中でもいいですし、先生はこの端っこに貼ってみました。それを1枚貼った後、2枚目、これもこのところだけにスティック糊で糊をつけて、こういうふうに貼ります。そうするとちょっと立体的になりますね。ペタッて貼るよりはこの方が、さっきこのアニメ見ましたね。で、これをできたら、この後周りにいろんなクリスマスらしい絵を描いてみたいと思います。先生はこれを、ちょっとアニメでやってみました。サンタさんでメリークラス。皆さんは手で、そうですね、色鉛筆かクーピーかマーカーかで、絵の具をつかない方がいいと思います。で、できたら上に、リボンをつけて壁にかけれるようにしましょう。そして持って帰ります。では、メリークリスマス。